おはようございます。ティダと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。はぁ、17時間皆様見ていただいた皆様もね、お疲れ様でした。はい、2年ぶりにねやったことになるんですよ、耐久配信。もうね、体にガタが来てますね。私たちもう初心期年です。モンバトンが好きなただのおじさんがね、吐いてでもね、クリアしたっていうゲームですね。モンバトンのさ、いい印象がどんどん薄れてくんだけど。というわけでね、今回はね、そのモンバトンのね、まあ、貢献者たるチームでね、遊んでいきたいと思います。行ってみよう。今回使っていくモンスターはゴロツキデスゴーゴンシノドレー。アンダー20で数多くのね信頼魔を下してきましたよ、こいつらが。こいつらだと思うわ。潮流軍団じゃねえよ。いや別にまあ他にもね、プステロノドンとか、あ、いい動きしたってやつもいるんだよ、キースドラゴンとかも。ただ信頼魔を多く下したこのパーティーじゃねえかな、やっぱり。ナイトリッチ入れた、カマッチ嘆きのボレもお気に入りだったけど、いや、こいつらだな、正直。思い返してみると、こいつらにかなりお世話になった気がする。こいつらの特筆すべき点は、まあ、こういうことですね。硬いっす。めっちゃ硬いっす。打撃弾なら全然硬いですよ、こいつらは。オッケー、いい火力。マスタードブスキャンスチャンのようにね、死の奴隷ただ一匹。他はね、ゴロ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 。よいしょー、強い、威力高い。で、打撃対攻撃に対してはもう圧倒的に強いんで、それは知らない。打撃攻撃に対してはね、圧倒的にみんな硬いんで、まあ、この通りですよ。威力高いね、巨大な牙でもこんなもん。そしてね、デスゴン助けられました。非常にこいつには助けられた。うわうわうわこのデスゴーゴンには助けられた。もう全ての属性攻撃に強いですから、デスゴーゴンって。全ての属性攻撃全部に強いって、もうさ、頭おかしい。いやいや、ほら始まった。呪文、呪文に関しては皆さん解けていただきます。やっほー！あーあーあーあああ、ひでえなこりゃ。ひでえなこりゃ。デスゴーゴンね、もうね、こういうところでね、打撃にとにかく硬いんだ。まあ、硬くて硬くて仕方ないよね、これ。生まれ、おっと、ジーゴ、フラッシュー！はあ！確実に仕留めに行くデスゴーゴン。俺、ゴーゴン好きになっちゃいそう。いや、デスゴーゴンマジで好きになりそう。ね、会心を出してくれたのも彼ですから。そんなに会心率高いわけじゃないんですけどね、踏み潰すって。いや、でも本当に助けられた。光属性以外の攻撃以外だったら、なんとでもなります。てか、お前また見んのかよ。なんかお前見るだけでちょっとなんかおかんが走るんだけど。ま、死の奴隷は、あのね、勝手な再配合で1点になってるんですよ。まあ、この通り炎系の攻撃にね、死の奴隷弱いんですけど、打撃に硬かったり、耐性面では優秀なんですよね。だから1点つけるにはちょっともったいない存在なんじゃないかと。ただ、技がね、大した技じゃないんですよね。浴びせ蹴りもブーメランも。なので、勝手なところで1点になってます。はい。まあ、でも、デスゴーゴンはね、すべてが強いんでね。おぉちょっと待ってよ。デスゴーゴンどうなってんのこいつはもう。何？俺の相棒さ、デスゴーゴンに変えないといけないじゃん。やだ、俺の相棒はキースドラゴンがいい。そんなデスゴーゴンね、キースドラゴンと相性もあるんで、組めなくはないんですけど、まあね、強いね。さすがね、10点つけた三強。僕がね、三強って呼んでる存在ですからね、デスゴーゴンは。ね、ナイトリッチ、デンタサウルス、デスゴーゴン。その三強がね、僕並んでるんで、その中の一体なんて、それは硬いに決まって、硬くて強いに決まってるんですよ。硬い強い遅いですよ。うん。アーダーの血で言ってますもん。この単位に仕留められないかもしんねえな。
いや、だから、大魔王の攻撃も、なお、もう、自慢の硬さでね、無効化すると。いうわけですよ。マスタードブスケンここにしたらもっと硬くなるからね、言っちゃえば。なぜか自己フラッシュし始めたけどね。はい。威力は期待するな。自己フラッシュ使えるといい、威力は期待してはいけない。さあ、ゴロツクで、行ってこい。腕組んどる。ささ。お前ら意外とやるな、やっぱ。お、肉気相手かー。肉気相手の可能性が高いな。来ましたか。第9の場所に。いやー、正直ね、まぐれで一発突破してるようなもんだからな、そこは。せーの、内股ズッキュン。なんとなく読みました。9なんで。いや、このとどめ使わなかったな。てかもうさ、なんか俺何とどめ使ったか実は覚えてないんですよ。深夜4時からぶっ通しで、13時ぐらいまでやってたのかな？うん。そういうレベルですよ。深夜4時からぶっ通しで昼までやってたんで、モンバット。もう何に対して何のとどめ使ったかとか、もう、ひどい場合は、何に対して何の、モンスターたちぶつけたかは、あんまり記憶ないんですけど、潮流軍団がやたら出てきたのを覚えてんだよね。やたらアンダー20で可能な潮流軍団が出てきた。あいつらのことも忘れない。決して忘れないわ、正直。あいつらってアンダー20でありなの？今更なんだけど、ありかな、あれ。なしだと思うな。大魔王攻略とかストーリー攻略では、まあドラゴンキラーを使ってくる相手って非常に少ないんですよね。ドラゴンキラー系統の。まあそれがね、災いして、潮流軍団になるものが出てきてしまったんですけど、いや、あそこにキースドラゴン入れたかったなぁ。そういうのが素直な感想です。イバラドラゴンとか入れて、点数調整した方が良かったかなーって思う、ね、今更ながら思うわ。まあ、マジで今更言うな！本当に。もう終わっちゃったよね。え？え？あの時のリベンジをしに来たというわけや。ダークドレアムの登場です！なんでだ！なんでエルギじゃねえんだよ。あの時のリベンジをしに来たぞ。大会モードにリベンジしに来たじゃねえか、ドリアム。でも、ドリアム、白目ドリアムは、こいつらで行った行った。確か。確か白目ドリアム、こいつらで行ったんじゃないかな。見せてやろうぜ。何度やっても、俺たちが強いってことを見せる日がやってきたわけよ。証明してやる。勝ったー。ドリアム、硬いのよー。マジで。こっちの打撃、ダメージソース、打撃だけだから、打撃体制がこうやってあると、まあ、硬いもんだな。波動から入る。よし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 。まあでもね、ドリアムまで来た時は、もうあと2体だったからね、だいぶ希望あったね。一番辛かったのは、ラプソンス。うん。ラプソンが一番きつかったかな。なんかね、ラプソン中入ったからね。だって。ラプソン中さ、頭もうぐるぐるしてさ、なんか、なんだろう、あのボディで見たら、頭の中にさ、おーい！ボディがぐるぐるぐるって頭の中にしてさ、そしたらね、なんかね、もう口の中がおろろろろってなったみたい。こういう話聞いて誰が嬉しいんだ？誰が嬉しいの？この手の話。もうね、ラプソン見たくねえなーって思ってる、正直。しばらくラプソンは見たくない。うん、ちょっと待ってくれー。このターンね、ほとんど攻撃を浴びせられてませんけど、浴びせ蹴りで浴びせてやりましょう。グランドクロス。これね、実はね、光攻撃は地味にダメなんですよね。うわー。そう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 、光攻撃で実はね、粉砕されてたっていうね。実は光攻撃で粉砕されてたことがもう覚えてるんで。もっとダメなのはギガデインです。もっとダメなのはギガデインでした。ちなみに。オッケーオッケー。ここ当てて、
ネビラでもかますか。よいしょ、オッケー、いいよ。ここはネビラでも打ってみるか。ちょっと早計かもしんないけど、ネビラで大打点取って、とどめルートの方がいいかもしんない。次のターンに回すと、ギガデインが飛んでくる可能性高いんで、ここはね、攻めに転じます。攻めに転じろっつっただろうが、こら。こら、攻めに転じろっつったじゃん。なんだこのカスみたいなダメージは。波動ウー、試されてるよ。DPS チェック。DPS チェックですね、これ。ゴロツキと、死の奴隷が、いけるか、DPS チェックです。いけ！いける！よし！いいよ！さあ、あと一体！死の奴隷！鉄球を引きずって突き進む！いけ！いけ！ 3、3、5、6！ 足りない！足りねえじゃねえかよ！おい、嘘だろ、ちょっと足りなかったじゃん。いや、まだワンチャンある。ここで魔人の剣技を引ければ、ワンチャンある。魔人の剣技はダメージ低い。耐えれる。お！まだあるな、これ。魔人の剣技は耐えれるんですよ。純打撃技なんで。あるね。全然ある。このターンで決着ですよ。さあ、誰か走ってくれ。ダークドリーム先に行動すればいける。え？おと相手の攻撃電撃一閃ギガスロー、イエーイ。まあ、鈍速だから無理だったね。イギアリー、声が聞こえます。キースドラゴンを使えという声が。さあ行きましょうや。そう、彼らはキースドラゴンを使うために生まれたチームです。ただし戦果は上げられていません。そう、冥府の帝王ガーディス、白目しかいないとはいえね、その強さは下手な赤い目よりも強いもんですよ。やろうや。いや、迷ったんですよ。最終的に実はドリアムを倒したのってモンマスじゃなくてバトマスなんですよね。つばぜり合いの有無ってすごくでかくて、やっぱり勝てさえすれば一旦相手の攻撃が止まりますからね。もうじゃ嘆きから入ってくる。だからやっぱつばぜり合いの有無ってでかかったんだよ。大魔王戦においてはね、特にって感じだね。まあ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 、一体ならしゃあないしゃあないしゃあない。とりあえずここで一旦もうじゃの嘆き引けたのはでかいよ。次の行動は波動か鍵詰めか。波動引きたいね。そうなると。ちょっとね、いいとこ見せてこう。ここでこいつらがガーディス倒したら、ちょっとおってなる。普通に。俺もおってなる。いいとこ見せてこう。いけるいける。全然いける。全然勝てる。だからガーディスの行動の鍵詰めとかをプテラノドンが避けるかどうか。プテラノドンって回避率 12% ぐらいあるんですよ。で、昇降効果で 15% ぐらいかな。はい。だから、普通に避けれる可能性はめちゃくちゃある。さあ、ここは大事よ。ドルモアが飛んできました。おお。お、ドルモアです。大丈夫でしょうか。波動を引きたかったなー。大丈夫かなー。うわー、ちょっと待って。大丈夫？本当にこれ。本当にこれ大丈夫かな？次のターン来るよね。ここはルビスだな。ここルビスだな。うん。ルビスして、アンバイ取って、まず。ここはルビス。ここのターンはね、攻撃してくるから、ガーです。デッドリークローなんて食らうもんなら、キースドラゴンは多分吹き飛んでいくんで、これはね、仕方ないところ。よし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 。いいよ、全然いけるよ。よしよしよし、ギラ選んでるよ。プテラノドンはもうね、この目の鋭さがね、いいですよね。目が鋭いですもん。だからやってくれますよ。デッドリークローだね、そうだね。で、これがルビス入っても、まあまあ、ルビス入ってるからなんとか耐えれると思うんだよね。
なんとか耐える。キーストロゴンが弱点取られてんだよな。うっとん、もう危ねえ。まだある。チャンスある。チャンスある、これ。素直にチャンスある。いける、いける、いける、いける。集中や。諦めてない。集中や。お前らあるぞ。普通にこれは。普通にあるある。全然ある。お前らで、最後の大魔王を討伐してくれや。全然俺は諦めてないよ。諦めたー諦めたー、まだだ。この鍵爪を避けます。まず避けろ。頑張れ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 。最後までいいとこなかったな。